ピッチャー江藤祐希、ナンバー19。それでは、トヨタ自動織機の江藤選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まずは、本日の勝利投手おめでとうございます。ありがとうございます。今日は、高木北九州戦ということですが、最初、どんな思いで入りましたか？立ち上がりが悪かったんですけど、野手が打って、守ってくれたので、まず今季2勝できてよかったと思います。はい、初回の1点がね、あったので、でも、さすがですよね。はい。で、全体を振り返ってみて、気になる点とか、一番印象深かった打席とかありますか？やっぱり立ち上がりが悪いっていうこともあって、ベンチに帰ってきて、キャッチャーの樺山ともうまくコミュニケーションができたからこそ、守れたっていうところもありましたし、バッター陣も、チーム一丸となってしっかり打って、そこにつなげてくれたので、よかったかなと。はい。打たれたのは4番の岡崎選手でしたけども、岡崎選手については何か、やっぱり、攻略的なことあったんでしょうか？攻略というか、高木さんすごいいいバッター多いので、まず一人一人集中して、初回が入ろうと思ったんですけど、なかなか力が出しきれずに、いたので、そこのところ、もう一人一人自分のリズムで投げるように意識して入りました。そして、初期さんといえば、バッティングもすごいですけど、やっぱ守備力がすごいですよね。守備。ね。すごい、そういった面でもすごい心強いんじゃないかなと思いましたけど。はい。守備のチームでもあるので、そこはすごい、打たせて取るピッチング、自分のスタイルができて、とてもありがたいです。で、先ほどちょっと新しい外国人キャッチャーの方、テイラー選手、はい、インタビューさせていただきましたけど、テイラー選手と組むこともあるんですか？練習試合でも、日本人ピッチャーとは何度か組んでる子もいたので、全く組まないってことはないと思う。なんかこう、印象としてはどうですか？今、テイラー選手の印象。結構自分の持ち球をうまく活かしてもらえて、いろんな球を、投げて打ち取るっていう印象があるので、で、肩も強いですし、すごい安心して投げれます。はい。そして、JD リーグまだ始まったばかりですけれども、今年は、どんな戦い方をしていきたいですか？前回同様、やっぱスピードがないので、打たせて取るピッチングを掲げているので、しっかりそこはリズムよく、打ち取っていきたいかなと思います。そして、だんだんと、応援に関しても緩和されてきて、ファンの方との距離感というのも、だんだんまた近づいてきつつあるかなと思いますけれども、どんな応援をされたら嬉しいというのはありますか？食器の、応援団と一緒に、乗ってくれたら嬉しいです。乗ってくれたら。はい。リズムいい応援ですからね。はい。はい。はい、ということで、JD リーグまだまだ続いていきます。最後にファンの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。はい。これからまだ始まったばかりなんですけど、長くなるシーズンなので、一戦一戦、食器らしく頑張っていきます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんに最後、レッツゴー食器やってもらってるんですけど、お願いできますか？レッツゴー食？レッツゴー食器って言えば。2023バージョン？はい。
はい、3、2、1。レッツゴー、ショッキー。ありがとうございます。ありがとうございます。声張ったかな？あ、ありがとうございます。レッツゴー、ショッキー。レッツゴー、ショッキー。はい、ありがとうございます。